綱の橋については、こちらからお願いしたものではなく、その先方から事前の断りなく、一方的に送られてきたものでございます。依頼したことはありません。私の地元事務所であり、議員会館に送られてくる雑誌、郵便物は、大量でございますので、私自身が一つ一つ目を通すことはありません。多分うちの事務所の、職員が県内にならないして、これは旧統一教会の目だからということで処分しているんだろうと思います。それ以上のところは私自身が運動しておりませんので分かりません。私は何らかの原因に考慮したというつもりはございません。しっかりと職責を全うしていきたいと思います。